最初にそういう施設ができるって聞いたのはやはりあの学生の時外にいる時だったので、しかもその作る場所っていうのがこうすごい深い山だったので本当かなっていう思いでしたね。そうですね、2006年のドイツワールドカップの直前合宿の時にはですね、代表の選手がここで公開練習をしていただきましたの で観客がですね集まりまして、こちら植栽が植わっているのり面なんですけども、ここにもですね足場が見えないぐらいに人が立って応援している状況がありました。やはり地域の方もですね、日本代表の選手たちがJ-VILLEAGEに合宿しているっていうのは当然情報として言ってて、地域の方も多くの方がいらっしゃってですね、いろいろ会場の設営のサポートだとかもしていただいて、はい、スタッフとしても協力していただいて、で観客としても盛り上がっていただいたという状況がありました。J-VILLEAGEに泊まっているお客さんたちがもうみんな体育館の方に、 J-VILLEAGEの体育館の方に避難されてて、でこの地域の人たちも J-VILLEAGEの方に避難をしてきてましたんで、地域の方や宿泊者の方たちがもう一緒になって体育館で避難しているような状況。ただ停電になってましたんで、その周りの状況がつかめてなかったんですね。で津波が来ているっていうことも知らない方もたくさんいまして、でスタッフの中には沿岸沿いに自宅がある方も何人かいましたんで、そのことを伝えて、状況をお伝えして、でそれぞれがこう確認をしていただいてっていうような、 とにかくその混乱した状況にありました。3月の半ばにですね、J-VILLEAGEの様子が気になってですね、こちら J-VILLEAGE 復旧の原子力事故の復旧の拠点になってましたので、作業員の方に同席させていただいて、J-VILLEAGEの方に一度足を運んだことがあります。その時にはですね、ここの一番手前にある3番ピッチ、ここにですね車に乗ったまま誘導を させられて、でここに車ごと乗り上げ、ました。J-VILLEAGEのフィールド芝っていうのはですね、我々スタッフは、芝にはですね芝の神様が宿るというふうに教えられて教育を受けてきましたので、そこに車で乗り上げるっていうのはもう正直ですね非常にありえないことだったんですね。もうありえないことが起きていると。で周りを見るともう車がずらっとこう並んでいて、で車のタイヤなんかを見るともうすでに芝のぬかるみでですね、タイヤが埋まっているような場所もあったりとかして、非常に辛い出来事でしたね。多くの方がですねおそらくもう一度再開するのは難しいと思ってたと思うんですね。私自身も非常に難しいんだろうなというふうに思ってました。でただそのような状況があったんですけども、大きく機運が変わったのはですね、やはり2013年9月のオリンピック、東京オリンピックの決定というのがあります。東京オリンピックのが決定して、そのことによってですね J-VILLEAGEをもう一度再開させて、オリンピックで J-VILLEAGEを活用してもらおうというような機運がですね関係者間で、共有された、そのことがですね非常に大きかったと思います。 J-VILLEAGE 再開後のイメージ CG です。全天候型練習場があって、そして新しく建てた新宿泊棟があって、でこのような形に元に戻していこうというようなことで、取り組んできたわけですけども、実際にドローンで同じアングルで撮った写真があるんですけども、ほとんど同じように元に戻ることができています。当初は J-VILLEAGEを再開させるっていうことが明確な目的 でそのために何をすべきかっていう手段をこうずっと考えてきたわけですけども、最近はちょっと変わってきてまして、J-VILLEAGEが再開するってことが決まって、今度はですねまずこの地域全体の復興復活が必要なんですね。
地域全体でその域外のお客さん呼び込まなきゃいけない。もっと言えば、この地域離れていってしまった人がたくさんいますので、入植者っていうものを増やしていかないといけないと、そのために J ビレッジは何ができるのか、要はこの地域の再生再興が J ビレッジの目的で、 J ビレッジの再開っていうのはその手段というふうに変わってきてましたね。あとはもう一日でも早くですね、 J ビレッジを皆さんに使っていただければという思いですね。